さて、岡山市内で人気のベーカリーがサッカー J2 ファジアーノ岡山とコラボレーションした新作のパンを開発しました。市内に新たにオープンする店舗などで販売されます。岡山市北区の岡山一番街にオープンするメルシーライフオーガニックス岡山一番街店です。岡山市に本社を置く石川ホールディングスのグループ会社が手掛けたもので、店内には客からの人気が特に高いおよそ35種類のパンが並びます。中でも目玉は瀬戸内市の牛窓にある人気洋食店キッチン海賊と共同で開発したエビ飯バーガー。今シーズンからサッカー J2 ファジアーノ岡山のオフィシャルスポンサーに就任したことをきっかけに開発しました。いただきます。うん、しっとりとしたバンズの中に干しエビが入っていて、エビの風味がとても感じられます。カレー風味のこのエビ飯とこのバンズとの相性抜群です。いや、これは癖になります。止まらないです。今日はファジアーノ岡山の北川社長とファジマルも駆けつけました。シーズン開幕から終了まで土日限定で販売されるエビ飯バーガーを食べて試合を盛り上げてほしいと話します。試合前にここに寄ってエビ飯バーガーを買ってスタジアムに来ていただく、ご地域の方々のお力をお借りして J2 優勝を目指していきたいと思っております。エビ飯バーガーを食べながら観戦する、そしてみんなで勝利を味わう、これをメルシーが少しでも貢献していけたらなと思っています。岡山一番街店は明日プレーオープンで、グランドオープンは来月1日の予定です。2月17日からの5日間、人数は限定なんですが、このエビ飯バーガーを購入した人に対してオリジナルのステッカーも配布するということです。岡山天神店でも18日から販売が始まります。